小森洋一小森洋一は日本の日本文学者、東京大学名誉教授。専攻は近代日本文学構造主義記号論。全国9条の会事務局長、東京都出身。日本共産党党員で初期局員であった父、小森義雄の仕事の関係で1961年から4年間、ソ連の衛星国だったチェコスロバキアのプラハで過ごす。 フラハでは、ソ連外務省が直接運営する外国共産党幹部指定専用のソビエト学校に通い、ピオネイルにも加入していた。そのために帰国後、型にはまった日本語でしか話すことができず苦労した。北海道大学文学部、同大学院では、亀井秀夫の指導を受ける。大学院在学中に、札幌の進学予備校を来た大学力増進会の 現代文科講師を務め、その後成城大学勤務を経て、東京大学に着任する。母親は、小森京子、京著もある。1987年、夏目漱石の、心の解釈をめぐって、三好幸男と論争し、注目を集める。日本の明治移行期における、西洋化の試みを、植民地的無意識の形成、列強への過剰な模倣など、 ポストコロニアル理論研究の視点から再考している。さらに、日本近代文学、特に漱石の作品における植民地的要素の分析を行う。日本語の近代の第二すりの追記にあるが、この本の多くの部分は、安田敏郎の仕事を中期なしに引いたもので、問題となった。また、NHK 大河ドラマ、春の波頭の盗作問題をめぐる裁判では、 国文学の専門家として NHK 側で証言している。講演、執筆活動を活発に行っているが、文学評論にとどまらず、政治的な主張も行っている。現在、日本国憲法第9条の平和主義を守るため、憲法改正に反対する9条の会の運営に事務局長として関わり、憲法改正及びその手続き法である国民投票法に反対して、 各地で開催される集会で発言を続けるとともに、積極的に活字媒体への執筆活動を行っている。また、憲法の趣旨から外れ天皇中心の国家に戻る、契機となるとして、教育基本法改正に強く反対。2004年、教育基本法の改悪を止めよう、全国連絡会の呼びかけ人となり、改正反対の運動を行っていた。 1998年天皇陛下古速移住年をお祝いする国民祭典において X ジャパンの吉木が報祝曲を式典で演奏することについて石田秀からと共に公開質問状を送付した。日本学術会議東洋学研究連絡委員会主催学術シンポジウムアジアとは何かにおいて9.11テロは 日本の神風特攻隊から学んだものであると発言。同僚である東京大学教養学部教授でフランス哲学者の高橋哲也は思想的な意味での名誉と言える。戦後日本スタディーズ380年代、90年代において自らがマルクス主義者であることを明らかにした。新聞赤旗にも多く登場し、 日本共産党系とみなされることも多い知識人の一人で、あるが変更教育により共産党系の全教と対立、脱退した増田美ミ子の応援を行っている。日本による体幹輸出優遇撤廃に反対する声明韓国は敵なのか呼びかけ人の一人。百六十九年五月、竹早高校学内で学年主任の三名の教員を中心に、 学校ぐるみで補修費や修学旅行費でリベートを慣例的に受領していた事実が明るみに出た。竹早高校リベート事件としてマスコミや国会の文教委員会にも取り上げられ、3名の教員はじめ、ほとんどの教職員が処分を受ける事態となった。連日全校集会が続き、学校の機能は一時完全に停止。混乱の中に学期に入ると、 校舎改築工事のため、都立新宿高校級校舎へ1年間、曲がりすることになる。この年、小森は1年生ながら生徒会長に選出され、事件発覚後、全校スト組織。教師らを土下座させ、授業の内容、教師の講義方針に関しては、教師、生徒間の話し合いにより決定する、生徒に関する初期則は、生徒が定め、生徒が管理するといった内容の、 生徒権宣言を学校側に受諾させるという逸話を残している。ありがとうございます。